えー、今日の奇跡、えー、皆さんこんこにちは、えー、宮崎の南です、えー、今日はどんな小さな祈りでも応えてくださる神様の愛についてお話ししたいと思います。えー、私たちの教会では毎年2月5日に長崎で「殉教記念聖会」という聖会が行われています。今から3年前のお話です。 この正解が行われるまで、九州各協会で LINE を用いてお祈りをし、待ち望みました。そんなある日、当時5歳の息子があるスーパーに行った時、おもちゃのクワガタが欲しいと私たちの方に言いに来ました。なんで欲しいのかを聞くと、保育園に持って行って、 お友達に見せたいといととうことでし,たしかし当時そのおもちゃを買ってあげることができませんでしたしかも買ってあげれたとしてもそのクワガタのおもちゃを保育園に持っていくことはできませんですのでえ息子にそのことを伝えましたすると息子は大泣きしてしまいましたしまいには 当時5歳の息子がそのスーパーから突然いなくなり、探し回るという状況になってしまいました。ようやく見つかった場所はスーパーから約1キロぐらい離れた場所でした。一人で泣きながらスーパーから歩いて家に帰ろうとしていました。見つかったとき、 えとても心配していただけに、え厳しく叱りましたがえ、本人はどうしてもそのクワガタが欲しかったと言います。そこで私たち夫婦は、え神様に祈ろうと言い、息子は、イエス様、えおもちゃのクワガタを僕にくださいと泣きながら心を込めてお祈りしました。 私たち、え、夫婦も、息子にわかる形で、神様がおられることを知らせてくださいとお祈りしました。そして、2月5日、長崎で、純教記念聖会が行われたのですが、そこで、ある方から、タオルハンカチをいただきました。すぐに見たいと思ったのですが、バタバタしていて、 宮崎に帰った時にそれを見ました。なんと息子が最も欲しがっていたクワガタのタオルハンカチが入っていました。保育園には毎日タオルハンカチを持っていかなければなりません。おもちゃならばもちろん保育園には持っていくことができません。神様は一番良い形で 5歳の息子の祈りに応えてくださいました。息子は満面の笑顔でそのクワガタタオルを保育園に持っていきました。神様が応えてくれたっちゃがと大喜びでした。この祈りは誰にも言っていません。もちろんえくださった方も知りませんえ。知っているのは息子と私たち夫婦と 神様だけです本当に神様の愛に私たち夫婦は心が熱くなり何よりも満面の笑顔で息子の大喜びする姿に感謝があふれてきました今日はどんな小さな祈りでも応えてくださる神様の愛についてお話ししました聞いてくださりありがとうございます